はようございます。おはようございま す, います。せーの、ジップ。ハリウッドスターの方たちとナイスミーチをすることが景色全然見てないんですか？周り一緒に走ってる人たちは安くして、安くして値下げ交渉ですか？プライスダウン。皆さんが今年叶えられた夢。わあ、でも僕はやっぱりまずこの声優のお仕事させていただいたっていうのがまず叶えた夢なんですけど、まあプライベートで言うと、僕バイクにずっとロングツーリング行ってみたいと思ってたんですけど、岐阜と新潟日帰りで 2days 行けたんで、それはもうかなり夢を叶えたなと思っております。景色の前いや、もう景色どうでもいいんですよね。どうでもいいかい。とにかく、はい、景色すごいどうでもよくて、あんまり景色どこ何が重要なのじゃん。バイク乗ってるっていうのは。あ、バイク乗ってるんだ、はい、セットじゃないんだ。そうなんですよ。景色全然見てないんですよ。周り一緒に走ってる人たちは、うわ、この景色やばいとか言ってるんですけど、うん、全然刺さんないですよね。いや、だったら都内ぐるぐるでいいじゃん。首都高ぐるぐる回ってるだけでいいんじゃないの。、はい、走ってるっていうことがやっぱりロングツーリングっていうのがいいんです。さんは、はい、今回この声優の仕事をさせていただいて一つ夢が叶って、このお仕事の中でもう一つ夢が叶ったのが、ハリウッドスターの方たちとナイスミーチをすることが一個の夢だったんですけど、それが叶ってとっても幸せでしたよね。かっこよかったですね。本当かっこよくて、皆さん本当素敵で、はい、うん、感謝してます。はいはい、ね、お会いして、はい、お花束を2人で贈呈させていただいて、はい、それがすごく素敵な瞬間でした。どんなお話されたんですか？Nice to meet you. Nice to meet you too. I love you. です。シンプルイズベスト。そんなもん、はい、たくさん英語喋れたらよかったです ね, 僕らも ね、はい、後で後悔しましたよね。英語全然喋れないですから ね, ね、アイステミチュー2に全てを2に全てを2に全てを2に、はい、アイステミチュー2。カズダリさんはいかがですか？夢、叶えたい夢、もしくは叶えたい、うん、そうですね、まあ夢っていうか、なんだろう、久しぶりにね、ニューヨークに行けたんで、もうこの中でずっと行けなくて、こうモヤモヤしてたのが、はい、ニューヨークは思い出の地なんですか？まあそうですね、あと買い付け、買い付け、というか、まあ、生地を、衣装とか、うん、あ、そうなんですね、うん、自ら買い付け行かれてるんです。そうですね、すごい。じゃあ、サンパのあれもニューヨークで買い付けてるやつ。そうです。すごい、すごい、知らなかった。すごい、なかなか日本にないんですね。そうなんですね。ああいうスパンの変わったやつが。松平さん、ご自身で選んで、ええ、あ、もちろん交渉して。交渉もするんですか？いや、もっと安くしてとか。いや、安くして、値下げ交渉とか。プライスダウンす, すごい、たくさんの生地屋さんがあるんで、何軒かずっと回って、一番光るやつをとか。一番光るやつ、一番光るやつ、光るやつ。